尾崎にパスをして、その尾崎ルーキー決めます。新人らしくひたむきに貪欲にファーストシーズンを頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。西側にかがみまして21番ルーキーの尾崎が入りました。こちらもルーキー同士の戦いになってます。嬉しいですね。本橋から今いる、強いですねボールなくさそうですね諦めなかったです。どうする、どう、中を使います。尾崎ルーキーのシュート入った。ここから作ってくれたような思います。ゲットカウント、ルーキーが見せます。やりますね尾崎。この本橋からのパス、そしてゴールして、ちょっと際どいところだったんですけどね、よく取りましたね、ただ落ち着いて本橋からのこの尾崎のライン、先ほどもありましたね。高橋に対して2人、初戦は惜しくも敗れた東京羽田、2戦目は勝利を収めました。昨日の1試合目はもう正直 初めてデビューだったので、まあ、右も左も分からずにっていう感じだったんですけど、まあ、昨日の負けが良かったとは絶対言いたくないんですけど、昨日の負けがあって、その後のチームのミーティングだったりとかで、やっぱ先輩たちの思いだったりかける気持ちのがやっぱり私とは全然違って、1枚も2枚も上手だなっていう風に思ったので、その先輩たちよりもっと強い気持ちだったり、同じかそれよりもっと上のモチベーションで自分も臨んで、で先輩たちの手助けにチームのためにプレーできればいいなと思ったので、ひとまず安心しましたそうですね、なこさんだったら合わせてれば絶対パスが来るっていう、すごい安心感が違うので、なんかそこで不安でこう来るかな来ないかなっていうのじゃなくて、もう来るから自分はあとは決めるだけやっていう、その安心感があったのでできたことだと思います。まあ、今までやってた学生スポーツとはやっぱ全然違う世界で、まあ、プレーももちろんだし、すっごくいろんな人が支えてくれて成り立ってるんだなっていうのを実感できたので、自分ができることは、まあ、コートでプレーを最大限、自分のできることを全てコートに出すっていうのが恩返しになるのかなと思うので、これからもこの新人で感じた気持ちを忘れずにキャリアを積んでいきたいなっていうふうに思います。ちょっと心配ですね。そうですね、奥田です。接触があったのかな。奥田が倒れています。ベンチ動きます。愛してひざ、足首とかだったらケンケンできてるかなと思ったんですけど、ちょっと立ち上がるのもしんどそうだからもうそのまま持っていっちゃおうかな100万回君に送ろう。私のラブドはチームです。プレーも練習も自分の活躍のためにではなくて、チームの目標だったりチームが勝つっていうことのためにやってることなので、私のラブドはチームにしました。ラブド。